すげえ。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、バンカー越えのパー3になります。距離は137ヤード。坂口美奈子選手ティーショットです。ちょっと右に外れています。グリーン右に外してしまいました。大島選手、大島沙羅選手、ティーショットです。ナイスオン。ナイスショット。関野亜美選手です。いってます。ナイスショット。森美濃選手、ティーショットです。ちょっと右目。ですが、乗りました。ナイスオン。約1名、OK バーディーです。4人全員オンしています。ナイスバーディーだね。うん、ちょっとまだ早いか、プレッシャーが、うん、バーディーパットです。ナイスパー。大島沙羅選手もバーディーパットです。下りのスライスになると思います。あー惜しい。森選手もバーディーパット、ちょっと強かった。ナイスパー。大島選手パーパットです。ナイスパー。関野選手バーディーパットです。ナイスバーディー。4番ホール、534ヤード、パー5、打ち下ろしの左のドッグレッグです。狙い目は吹き流しです。関野選手飛ばし屋です。狙ってる方向が2オンになってるんでしょうか。ショートカットで攻めていきました。坂口選手ティーショットです。ちょっと左にとナイスショット。ショートカットで狙っていってます。アグレッシブに狙っていっています。皆さん
よいしょ、真ん中です、4名ともフェアウェイです。関野選手ショートカットですごく飛んでます。2オン十分可能です。森水菜選手セカンドショットです。パーパイプ、真ん中綺麗に真ん中に来ました。あ、ちょっと右ラフ、ナイスショー。吉野サラサ選手セカンドショットです。ショートカットでフェアウェイと真ん中に来ています。ナイスショー。真ん中フェアウェイちょっと右ですが、ナイスショットでした。坂口選手もいいところ来ています。ちょっと右に出てしまいましたが OK でしょうか。バンカー入ってないでしょうか。関野選手ショートカットでかなり飛んでいます。2オン狙いです。綺麗に当たってます。グリーン方向に飛んでます。よいしょ。吉野選手3打目です。ナイスオン。バーディーチャンスに寄せました。吉野選手残り約110ヤードぐらい上りです。距離はちょっとショートか。乗りました。ちょっとショートですが乗りました。ナイスオン。バース選手残り100ヤード弱。ナイスオン。バーディーチャンスです。飛ばし屋の関野選手は2打3番ウッドで打って残り30ヤードフックラインのアプローチが残っております。ここは寄せ1で連続バーディーが欲しいところです。思ったよりは切れませんでした。でもバーディーチャンスです。さあ大島選手上りのフックラインだと思います。バーディーパットです。さあ森水野選手一番バーディーパットかなり下ってます。さあ坂口選手これも下りのちょっと難しいライン、かなり速いと思います。ナイスバーディー。さあ関の森選手連続バーディーになるか。ナイスバーディー。ナイスパー。ナイスパー。